はい、まあ、出だし本当に名古屋さんのエナジーレベル高くて、まあ、ちょっと後手後手だったんですけど、そうですね、まあ、途中からオフェンスの方もよく回ってきたし、ディフェンスの方も我慢してできてたんで、まあ、最後こういう勝ちにつなげられて本当に良かったなというところですけど、まあ、いろいろ反省点も、まあ、また出たんで、そこは次のオールジャパンに向けてまたちょっと休んでからしっかり準備できればいいかなと思います。まずですけど、 NJ の存在感だったりフィット感絶対良くなるってコーチはシーズンとか言ってましたけど、すごい今日も含めて昨日も含めて素晴らしい活躍でしたけど、彼やはりちょっとだいぶ来たかなっていう感じありますか、コーチ手応え。そうですね、まあ、本人もそういうこううちのチームプレーの中でもこう自分の力しっかりこう出すっていうところのまあ欲というか、そういう部分も出してくれてますし、オフェンスの部分では本当に率先して引っ張ってくれてるんじゃないかなと思いますけど、まあ、もうそろそろ前半戦がオールジャパンも含めて、まあ、この来週終わればウィンターブレイクというかオールスターブレイクですけど、ここまでの前半、まあ、苦しいながらも首位キープ今保持しますけど、自分自身どのようにご評価しますか。そうですね、まあ全体的にはやっぱチームでやろうとしていることをこうやっぱり一つずつしっかりやってこれたかなっていうのもありますけど、まあ、やっぱり負けたゲームっていうのがこう同じような負け方のゲームが多かったんですけど、まあ、ここで本当に今日それがまたね劣勢になったパターンからずるずるいったりこう個人でプレーしたりとかっていうのが今日は見られなかったんで、まあ、そこがこのオールジャパン前の最後のゲームでしっかり修正できて、チームとしてやっぱりそういうプレーすればいい結果が出るっていうところが分かったと思うんで、そこが本当に成長できたところだったし、これをまたつなげていければいいかなと思います。以上で終了とさせていただきます。ありがとうございます。まあ、本当に出だし、ね、ビハインドって、まあ、最高中3点くらいまでいったんですかね、まあ、そこからまあ、いつものパターンだったらやっぱ個人でやりだしたりとか集中力ちょっと切れたりとかっていう部分があったんですけど、まあ、今日はそこをしっかり、やり続けられた結果が本当にああいう、試合になったと思うし、まあ、本当に勝つことって本当に難しいことで、簡単にそんな2連勝できることなんてないですし、まあ、その2連勝する権利っていうのも1試合目やっぱ勝たないとないわけで、だからそういう意味ではその負けをずっとこう、ね、ずるずるしてこないで、まあ、その1回ごとをこうしっかり自分たちが最初のゲーム入るっていうところは、まあ、ずっとできてたんで、まあ、そこを本当に、ね、どうやってこう継続していくかっていうところが今日はできて、もう一歩成長できたんじゃないかなと思いますけど、ベンチから出場した渡辺選手、オフェンス面、まあ、今日スティールとかもありましたけど、チームに勢いをもたらしてくれています。渡辺選手のプレーに関して、まあ、名古屋で、やっぱああいうものを持ってますし、もともと年齢も重ねてきて、チームのこうリーダーとしていい感じになってきてるんで、まあ、プレータイムの部分ではね、まあ、名古屋自身ももうちょっと欲しい部分もあるかなと思うんですけど、今週本当練習からすごい良くて、それが本当に試合に出たかなっていうところですかね。だから練習やっぱりしっかりやれてると自信もしっかりその試合で自信持ってプレーできると思うし、まあ、鍋もね1本入ればどんどんやっぱり決めてくれるところだし、まあ、今日ドライブもねありましたからね、やっぱそういうので本当助けられたかなと思いますけど、休みを明けてまた天満杯に向けての意気込み。まあ、大阪なんでこの間最後負けてますし、まあ、でも本当に強いチームなんで、まあ、どうやって本当にその崩していくかとか、オフェンスもディフェンスもこうやっていくかっていうのをしっかりこう詰めて、まあ、練習する期間がね、しっかり取れるんで、そこは本当にうちにとってはすごいプラスだなと思いますし、まだ本当にいい準備して、まあ、そこをまず突破して、最後準決決勝と進めるように、まず本当その1試合に集中して準備したいなと思います。はい、新年早々一緒に戦ってくれたファンの皆さんです。いや本当にいつもありがとうございます。今日も本当に皆さんのおかげで、皆さんのその応援のに、まあ、やっぱり選手もしっかり応えようとして、やった結果が今日の勝ちにつながっていると思いますので、まあ、本当にいいゲームをずっと続けられるように
しっかりやっていきますので引き続き応援よろしくお願いします。最後にお留守番してる比江島選手のメッセージは、まあ、ちゃんと準備していると思いますので、まあ、早く治ってもらってやっぱり、ね、一緒に、ね、試合でプレーしてもらった方が比江島君もいいだろうしファンの皆さんも喜ぶと思うので本当に早く治してください。お願いします。